IAEA は除染で出た土の再生利用などについて評価や助言をするため昨日から県内を視察しています。今日は中間貯蔵施設がある双葉町を訪れ伊沢町長と意見を交わしました。この中で IAEA は中間貯蔵施設受け入れという難しい決定をした経緯を聞かせてほしいと話しました。一方、伊沢町長は震災当時から残る家屋などを見てこの地で営まれていた生活にも思いを馳せてほしいと述べました。 IAEA は午後中間貯蔵施設を視察し今後報告書をまとめるとしています。